ニューヨークの国連本部で開かれたイベントに人気キャラクターのハローキティが登場し、日本の取り組みをアピールしました。国連の舞台にキティちゃんが今着物姿で登場しました。多くの国の人たちから歓声が上がっています。国連本部で16日 SDGs 持続可能な開発目標に関する日本政府主催のイベントが行われました。SDGs は貧困や教育など17の分野で2030年までに達成すべき目標を掲げています。ハローキティはアメリカでも人気で、日本の取り組みの紹介に一役買っていました。